波のしぶきをどう捉えるかということで説明をしてみたいと思います。まあ、千葉ではなかなか波しぶき、高い波しぶきがないんですが、今回少し台風の影響があったせいで、割と高い波がありましたので、この高い波をどうやって表現するかということで、撮ってみましたので参考にしていただければと思います。まずシャッタースピードなんですが、1000分の1秒以上のシャッタースピードが必要ですね。あまり遅いシャッタースピードですと波がぶれます。例えば125分の1というのは結構速いシャッタースピードなんですが、波のしぶきを取るには少しシャッタースピードが遅い、やはり1000分の1以上のシャッタースピードが欲しいところですね。ということで、まあ、今回のデータを見ていただくと 35mm のレンズを使っています。焦点距離ですね、 35mm の焦点距離で絞り 6.3、 絞りほとんど絞っていません。絞りを 6.3 しか絞らなくてピントが来るのであろうかという心配をされる方もいらっしゃると思いますが、この岩の質感をまず見ていただくと、まあ、きちんとピントが来ています。そしてこの稜線見てもピシッとピントが来ていて、奥の海、ここまでピントが全部来ています。ですので 35mm の焦点距離でこのぐらいの大きさの、まあ、距離感であれば、ちょっと実際の距離感がわからないと思いますが、ある程度離れた距離であればですね、このぐらいの絞りで十分ピントが合うということですね。まして APS のカメラをお使いの方はもう絞り 5.6 ぐらいでも十分、これ以上にピントが深く合いますので、ピントについての心配はいらないと思います。あとはそのシャッタータイミングということになりますね。それではその何枚も撮ってますので、このシャッタータイミングについて説明をしてみたいと思います。まあその瞬間を撮るというところなんですが、こちらはまだ波がこれから来るところですね。そしてだんだん近づいてきて、このようにかぶってきたということですね。で、このタイミング、どこのタイミングで撮るかということが重要ですが、もちろん一番高いところが一番ポイントとしてなるわけですけども、まあ、こういう波のしぶきの感じの中でですね、まあ、これは完全に落ちてしまったということになりますので、このタイミング、もしくはこのタイミングということになりますね。まあ、このタイミングはジャスト一番高く上がっている時なんですが、少しこう崩れかかってきた、この時の方がですね、波の動きの迫力としてはこう迫ってくる感じが出てくると思うんですね。この感じよりもこの感じの方がですね。ですので、まあ、ここを仕上げていくということで、仕上げていくプロセスを見ていただきたいと思います。さあ、それではこのデータどのように仕上げていったかということで、プロセスを見ていっていただきたいと思います。まずはコントラストを調整します。そしてプロファイルを変更します。アドビ風景にします。アドビ風景にしたことによって少し色が鮮やかになったのがお分かりになると思います。まあ、それと同時に少しコントラストも乗ってきますね。さらにコントラストをもう少し調整します。そして明瞭度を入れます。明瞭度を入れるというのは、この波のしぶきの質感を出したいからということですね。そして、この波のしぶきと岩の感じ、ちょっと少し岩の感じがですね、左側が多いので、これは波がどう来るかがわからないので、あらかじめその取っておいてトリミングをせざるを得ないということですよね。ですのでこの状態からトリミングをしてですね、この波の迫力が出る構成にしていきます。そしてハイライトを少し抑えます。ここで、先ほど明瞭度をしたんですが、明瞭度をやめてですね、霞除去にしていきます。霞除去量をかなり増やしてますね。で、霞じゃないのに霞除去ということなんですが、明瞭度よりもですね、よりいいコントラストが乗ってきて、その中間調の質感、ハイライトの質感もかなり出てくるので、この場合にはかなり質感を強く出したいという意図があって、このようにしました。そして、白黒に変換をします。カメラプロファイル、白黒橙色のフィルターということですね。それで調整をして露光量を調整すると、まあ、ここまでが一つのプロセスになります。まあ、そしてここからが、もう一つのプロセスになります。ここからフォトショップに行ってですね、さあこれがフォトショップに、先ほどの状態からフォトショップに移行した状態ですね。そしてそこにコーストラクチャ、ここの中にありますシルバーエフェクスを選びます。その中のコーストラクチャというのを選ぶんですね。そうするとこのようになります。いかがでしょうか。ストラクチャがですね増える、質感がですねぐっとかなり極端に出てないものがはっきりと明瞭に出てくるということですね。
で、メール用に出てくると同時にですね、ちょっと不自然になる場合があります。ここが注意いるところですね。ですので、まあ、今回の場合にはですね、そのしぶきの強さを出したいということがポイントですので、まあ、ある程度メール用度を入れてですね、調整をしたわけですけども、そのストラクチャーが入ったことによって出てきます。その段階でですね、当然そのストラクチャーを効かせるということは、画像処理のレベルはですね、極端にいってるわけですね。ですので、かなりノイズ、しかもちりめん状のノイズが出てきます。これはその高ストラクチャーのようにですね、大幅な処理をする場合に必ずデジタルの場合残ってくるわけですね。ここに流浄性を乗せるということですね。こういうことですね。かなりの流浄性が乗せてますが、そのこの流浄性はですね、このフィルターからカメラローフィルターを使ってですね、入れています。カメラローフィルターのその中にですね、このエフェクスと書いた効果というのがありますけども、ここのですね、粒子というのを入れているわけですね。あえて強めに入れているということですね。なぜ粒子を入れるかということなんですが、これはですね、フィルムのテイストに近づけるということですね。やはり人間の目というのは、その曖昧さというのも重要なんですね。デジタルは非常にこう明瞭に出てしまいます。ということは、ノイズも明瞭に出てしまう。で、粒子というのはですね、これが非常に曖昧な形で、大きさもまちまちで、形成されているわけですね。で、ザラザラした感じはあるんですが、このザラザラ感がですね、曖昧な形のザラザラ感なので、見た感じにはですね、逆に親和性があるというか、そういう質感のイメージというものがですね、感覚的にですね、好まれるわけですね。ですので、その流浄性を乗せることによってですね、まあ、曖昧さ、流浄性の曖昧さということですね、ノイズのようにはっきりとした規則正しいザラザラした粒子の感じではなくて、このように不規則な形の流浄感が出るとですね、よりこう違和感がなくなるわけですね。仕上げの違和感がですね。で、仕上げていった作品がこの写真ということになります。オリジナルのイメージと比べていただいて、お分かりのようにかなり柔らかく表現されているものなんですが、仕上げによってですね、このように表現できますので、ぜひその仕上げのスキルも身につけていっていただくとですね、写真を撮るときにイメージしやすくなるのではないかと思います。最後に露出に関してなんですが、このように暗めにするというときにですね、皆さんアンダーに撮る方が多いんですが、アンダーにするとデジタル非常に細部のディティール出しにくくなります。ですので、あくまでも原版はですね、適正露出に近い露出で撮っておくということが重要になるかと思います。